どうも、皆さん、こんにちは。チャックマツです。本日はですね、ソラシドエアがですね、なんと、減額マイルキャンペーンをね、開催いたしますので、本日はね、こちらの解説プラスアルファということで、動画ね、やっていきたいなと思います。 ということで、こちらがですね、公式サイトになっておりまして、路線限定秋の減額マイルキャンペーンということで、片道特典航空券4000マイルから利用することができます。で、今回のね、キャンペーンなんですけども、予約期間が2023年の9月の4日から9月の14日17時59分までということで、この動画が出ているのが、 8月の22日ということで、まだね、結構先なわけなんですけども、このね、ソラシドヤの減額マイルキャンペーンがね、来たっていう感じですね。で、登場期間が、えー、9月の25日から、えー、10月の28日、10月の7日、えー、7日から9日を除くということで、まあ、ここはね、ブラックアウトされてるわけなんですけども、えー、この期間がですね、利用することができるって言い手がちになります。で、えー、対象の方ということで、ソラシドヤ、 クラブ、えー、会員様、ご本人様、または、えー、会員が予約時に指定した、えー、旅行者に限り利用可能ですということで、えー、最近ね、このね、ソラシドエアっていうのは非常に取りやすくなってね、えっ、ー、とね、ヤフオクとかでね、売られるようになっちゃったんで、えー、こういうね、えー ダイシャンさんへの譲渡売買、金品との交換を禁じますみたいなね。まあ、こういった感じでね、記載がされるようになりました。で、今回のね、対象路線なんですけども、スラッシュイヤー就航路線ということで、これね、紛らわしいんですけども、この路線が対象なんじゃなくて、この路線が覗かれてるっていう風になるんですよね。はい、非常にわかりづらいですよね。ですので、最初見たときね、うわ、東京、沖縄使えるじゃんみたいな感じでね、思ったんですけども、ここ書いてあるので、ね、全部、あの、 のぞく路線っていう風になっておりますんで、ここはね、利用することができないって言った形になります。で、対象運賃は特典航空券ということで、今回ね、ソラシドやマイルでね、発見したものが利用することができるって言った形になります。で、今回の対象路線がこちらですね。沖縄から石垣と、東京、羽田から宮崎、熊本、長崎、大分路線。 で、沖縄から宮崎、鹿児島、福岡路線が今回のね、キャンペーン路線ってった形になります。必要回り数で、ね、見ていただきたいんですけども、まあ、本来ね、この,10月の9月の25から10月の28日っていうのは、レギュラーシーズンに設定されておりまして、まあ、この必要回り数がね、かかるわけなんですよね。ですので、東京から宮崎、熊本、長崎、大分行こうと思ったら、7000マイルね、片道必要になるわけなんですけども、まあ、今回ね、キャンペーンで 5000マイルになるっていうふうになりますんで、かなりお得ですよね。で、往復だとですね、本来12000マイルが必要なところが、9500マイルでね、利用することができるっていうふうになるんで、東京、羽田、メインの方はですね、かなりいいんじゃないですかね。またね、沖縄、宮崎、鹿児島、福岡方面の方はですね、はい、沖縄に行く特典航空券も、 幻覚マイル対象って言った感じでね、利用することができるって言った形になるんですよね。で、今回ね、特典航空券ね、座席に限りがございますということで、このね、今ね、この、ソラシドエアっていうのはちょっとね、後で話しますけども、非常にね、あの、人気が高くなってきてですね、あの、取れないっていうのはね、本当に多いんですよね。ですので、今回ね、こういった減額マイルキャンペーンね、今回行われるわけなんですけども、どれぐらい座席数がね、あの、開放されるのか正直わかんないんですよね。で ですのでもしかしたらね、蓋開けてみたら全然使えないみたいな感じになるか、まあ、もしくはね、めちゃくちゃ取れるみたいな、まあ、どっちかになるかななんていうふうに思うんですけども、これがね、どうなるかちょっとね、今回気になるところではあるんですよね。まあ、解放される座席がね、非常に多ければね、まあ、非常にいいキャンペーンなんですけども、まあ、キャンペーン打っといてね、全然座席解放されなかったらね、何のためのキャンペーンがちょっとわかんなくなってしまいますんでね、この点はね、覚えておいていただければななんていうふうに思います。まあ、それ以外ね、特にね、 注意事項みたいなのはありませんので、まあ、ひとまずね、今回のキャンペーンは9月の4日のですね、朝10時からね、開始になるということで、月曜の10時ということでね、まあ、結構ね、あの、平日の朝っていう風になりますんで、ちょっと大変かもしれないんですけども、そらしの前にね、貯められてる方はね、かなりチャンスではないのかな、なんていう風に思いますんで、ぜひね、覚えておいてください。 それでは次にですね、今回ね、ソラシドエアマイルのね、あの、幻覚マイルキャンペーンということで、まあ非常にね、お勧めさせていただいているわけなんですけども、えー、動画のコメントにですね、あの、平井さんが話していることが非常にお得っていうのはわかるんですけども、あの、マイルをね、初心者の方にもうちょっとわかりやすくっていうね、えー、お話をいただきましたので、まあこういった部分をですね、今後ね、動画の中で話していきたいな、なんていうふうに思いますので、もう知ってるよっていう方はですね、わざわざ言わなくてもいいじゃんっていうね、えー、話もね、 今後入ってくるかななんていうふうに思うんですけども、ま、この点はね、これからマイル貯められる方もね、いらっしゃると思いますんで、ま、スキップしていただいてね、見ていただければななんていうふうに思うんですけども、ま、今回に関しては、ソラシドエアーマイルということで、ソラシドエアーマイルがですね、ま、非常に人気、ま、なぜ人気なんだっていう話なんですけども、まずね、ソラシドエアーマイルっていうのは、ポイント交換で、マイルが交、マイルにね、交換することができるんですよね。で、その、 交換元のポイントが、このね、三井住友カードの、これはナンバーレスの一般カードですけれども、 このカードから交換することができます。こちら V ポイントっていうね、ポイント制度が、この三井住友カードでね、採用されているわけなんですけども、三井住友カードの V ポイントからソラシドエアのね、マイルに交換することができます。で、交換するにはですね、こちらのソラシドエアカードっていうクレジットカードがないと、このね、三井住友カードの V ポイントから交換することができないって言った味になります。こちらね、年会費が1375円かかってくるわけなんですけども、この V ポイント です何、ね、で,で,で人気なのかっていう話なんですけどもこのね V ポイントからソラシドエアの、ね、マイルに交換することができるんですけども 1V ポイイント2マイルに、ね、交換すするることでできるんですよね要は200%の交換率でこの V ポイントをですねソラシドエアのマイルに交換することができますので非常にね人気になっているっていうふうになるんですよね。 で、先ほどのね、こちらのキャンペーンの方をね、戻っていただきたいんですけども、まあ、今回のキャンペーンに関しては、まあ、通常でもね、ここら辺の必要マイル数で利用することができるわけなんですけども、今回のキャンペーンに関してはね、5000マイルとか9500マイルとかね、利用することができるんですよね。ですので、こちらが200%の V ポイントで交換することができるっていうふうになりますんで、こちら5000マイルですよね、片道。ですので、2500V ポイントでこの 5000マイルに交換することができるっていうふうになりますので 2500V ポイントで片道利用することができてしまうっていう計算になるんですよねで下の方はですね9500マイル、まあ、往復9500マイルかかるわけなんですけどもこちらもね半分で利用できるっていうふうになりますんで 4700V ポイントでねこちら利用することができてしまうっていうふうになりますので非常にね少ないポイントでこの飛行機がね乗ることができるっていうふうになるんですよねですのでこのねソラシドエアっていうのは今 非常に人気が 上がっているんですよね。じゃあ、どうやってね、この V ポイントを貯めていくかっていう話なんですけども、このね、三井住友カード、こちらはナンバーレスの一般カードなんですけども、こちらね、0.5%還元で年会費無料でね、利用することができます。またね、この三井住友カードは、SBI 証券ですね、クレカ積立てっていう投資信託とかね、購入していただいても、こちらね、V ポイントが貯まるっていうふうになりまして、まあ、こちらだとね、0.5%還元なんですけども、まあ、ゴールドカードであれば1%。 パーセント還元またねプラチナプリファードっていうね年会費3万3000円かかってしまうんですけどもなんとですね5%還元でこちらね貯めることができるんですよねですので、えー、毎月ね5万円積み立てていただくと、えー、年間ね3万ポイント3万 V ポイントが、えー、獲得することができるんですよねまあこちら極端な話にはなりますけどもまあこちらでですね、えー、年間毎月ね5万円組く 積み立てていただいていくと3万ポイント獲得できて、これをね、ソラシドドエア前に交換していくと6万枚にね、交換することができるんですよね。もちろんこちらね、プラチナプリファードっていうね、年会費3万3000のクレジットカードにはなりますけども、まあこういった感じでですね、非常にね、この V ポイントっていうのは貯めやすいんですよね。またね、一般カードであっても、このね、 三井住友カードのナンバーレスっていうのは、クレジットカードをですね、スマートフォンに登録していただいて、タッチ決済でね、対象点で7%還元とかもね、利用することができるっていうふうになりますんで、非常にね、ポイント自体は貯めやすいんですよね。 ですので、このポイントが貯めやすい、しかもそのポイントがえソラシドエアにですね、1ポイント2マイルにね、交換することができるっていう風になりますので、非常にね、人気になっているっていう風になるんですよね。またね、この V ポイントっていうのはですね、もちろんクレジットカードでね、貯めていただいてもいいんですけども、ポイントサイトからね、移行して、この V ポイントに交換して、まあ、そこからね、ソラシドエアのマイルにね、交換することもできるって言ったがちになります。まあ、こういった感じでですね、皆さん利用されて、このね、ソラシドエアマイル ね、非常にに人気ななっってているって言った感じなんでですよねでまたね今回減額、えー、マイルキャンペーンがね行われてるわけなんですけどもこちらですねこれからね V ポイントでソラシドエアマイルね食べられたいっていう方はちょっとこのゴールドカードはねちょっと年会費が高いんでねおすすめではないんですけども私持っているねこの一般カードですねこちら8月31日までね、えー、やっているキャンペーンなんですけども今ね新規入会でね、えー、2000マイルがねもらえるキャンペーンもやってるんですよねですのでもしねこれから ソラシドエアマイルね貯めていきたいよっていう方は、えー、こちらねあの8月31日までねキャンペーンやっているっていう風になりますんでぜひねこの機会に発行していただくのもねいいのではないのかなと思いますで先ほどもね言った通りですねこのソラシドエアマイルのね特典航空券っていうのは非常に人気になっておりますので一部ね取りづらい っていう部分もね、ありますので、この点はね、ご了承いただければな、なんていう風に思います。まあ、基本的にはですね、こちらね、8月29日にですね、え次のね、特典航空券もね、発売開始になるわけなんですけども、まあ、こういったね、タイミングで予約開始と同時にですね、予約するぐらいのね、まあ、勢いは必要かもしれないんですけども、まあ、必要にね、あの、お得にね、利用することができるっていう風になりますんで、ぜひね、これからソラシドマイルね、貯めたいっていう方は、ぜひね、チャレンジしていただければな、と思います。 で、ストラシドエアのね、就航路線、これもね、概要欄に載,っておき載せておきますんで、ぜ、ま、ひ、あ、チェックしていただければな、なんていうふうに思うんですけども、まあ、東京からですね、こういった感じで、えー、就航しているっていうふうになりますし、えー、名古屋からもね、宮崎、鹿児島、で、またね、沖縄から、いろんなところにもですね、通ってるっていうふうになりますんで、まあ、こちらもね、あの利用されたい路線がございましたらですね、こちらもね、あの利用することができるっていうふうになりますんで、ぜひね、チェックしていただければなと。 思います。 ということで、今回ですね、ソラシドエアマイルがですね、減額マイルキャンペーンを開始するということで、えー、解説ね、させていただいたわけなんですけども、いやー、本当にね、どうなるんでしょうね。ちょっとね、取りづらいっていうね、声が最近聞こえてきている、このソラシドエアなんですけども、これがね、減額マイルキャンペーン。いやーね、本当にこれ大丈夫なのか、心配ですよね。まあ、これ本当にね、蓋開けて全然予約取れなかったらね、結構ね、何のキャンペーンだかよくわかんなくなっちゃいますんでね、まあ多分大丈夫だとは思うんですけど ね、キャンペーン自体ですね、9月の4日朝10時からということで、ちょっとね、先にはなりますけども、ぜひね、こちらね、利用予定の方は、え朝10時ね、狙っていただければなと思います。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画役に,に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウントやっておりますんで、ぜひね、チェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。